beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Wanna Music Life presents 青山 Rock and Roll Radio。始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮地純一です。というわけでですね、今回はですね CSL 前の大特集しようと思っております。1974年のリユニオンツアーがですねもうすぐ日本版として発売になります。ということでですね、今日はその特集なんですが、最もふさわしい方をゲストに呼んでおります。東忠さんです。どうもこんにちは。こんにちは、東忠です。今回ね、ブラムラッシュが、はい、まあ、スポークスマンというか、もともとこのシリーズのプロデューサーですからね、まあ、スポークスマンとなって取材を受けると。ありがとうございます。なかなかないんですよね、実はね、うん、あのこういうことってね。そうですね。それで、レコードコレクターさんの協力も得てですね、はい、本当に短い間に勉強してたんですが、いやいや、でもグラムラッシュとインタビューして、うん、感動でしたよ、ね、で最初ね、これどういうふうにインタビューするんですかっていう電話でね、はい、そしたら本人が直接かけるって。そう、直接はグラムラッシュだったから言うんで、ああどうも直接誰かが変わりますじゃなくてじゃなくて本人がかけてくる、本人が順番かけてみたいですよ。いやそれ いいですよ ね、 なかなかビビッドで、うん、ね、まあナッシュは去年自伝を出したの で自伝の宣伝にずいぶんやっぱ取材とか受けたんですよ。とかいろんな あのメモあるがね、それの取材受けたりいろんなところでちょっとそれを読んで Q&A やったりとか、うん、だから割と取材づいてるというか、この数年はこう舌が滑らかになってる、滑らかっていう感じですよね。あ、そうですか、うん、まあなんか4年を費やしたというか、まあ4年から5、まあ僕には4年って言ってましたけど、他の先生と5年って言ってたりもするので、まあ4年から5年ぐらい、はい、うん、CSL は1974でございますが、はい、この3枚組プラス1枚 DVD なんですが、はいはい、一応1枚目がファーストセット、はいはい、2枚目がセカンドセット、3枚目がサードセットということになって、そのおそらく曲順にまあ大体こういう流れはその通りですね、でしょうね。まあエレクトリックセット、アコースティックセット、まあアコースティックセットの間にこうソロがありあって、でまたエレクトリックセットっていう、まあそういう構成ですよね。でこれ見るとね、はい、40曲ぐらいあるわけじゃないですか。ありますね。これを要するにスタジアムで3セットに分かれて、はい、ってことは4時間近くやってた。3時間、初日がもっとやって4時間ぐらいやって、うん、とにかくなんかほら4人いてみてやりたい曲がいっぱいあるので、なんせソロもあるしね。これあとじっくりとね、ニール・ヤング の住んでる牧場にもう野外にセットを組んで結構リハーサルしたんですよ。マジで、だから結構たくさんのレパートリーを用意して、初日はなんか欲張って、たくさんやったら4時間超えて、長いし、いくら演奏くてもね、聞いてる方も疲れるし、本人たちもくたくたになって、これはちょっとまずいだろうっていうんで、ちょっと整理しようぜっていうことで、セットリストを考えて、3時間ぐらいに収まる感じ。それでも3時間ですよ。それでも3時間。まあ、ソロのところもあるんで、まあ、みんな休憩はできるにせよ。でも大変ですよね。そうですね。まあ、みんな若かったから、この頃まだ。ね、まだみんな25、6後半とかでしょ、でしょ、それではですね、その長い長いあのコンサートの1曲目聞いてみましょうかね、はいはい、この当時、まあ、スティーブン・スティールス、ちょうどマナサスを、マナサスが終わったぐらいですよね、はいはい、でですね、まあ、油の乗ってたということでございますが、彼のソロとしてのシングルヒットとして、はい、有名ですね。聞いてください。ラブ・ザ・ワニーです。
聞いていただきました。Love the One New Biz でございました。これも結構ソウルフルで、この曲は面白いんで、ね、ほら、何度もレコードになって、フォーエストリートっていうライバルにも入って CS で、そっちはアコースティックバージョンの、アコースティックのバンドバージョンというか、セウツらしいオープンチューニングの、ね、独特のギタープレイのリフでって、でも彼がそのソロアルバムで発表したバージョンは、ゴスペルっぽいコーラス、熱いコーラスがリカットに入ってて、ね、なんか途中でスティールドラムの感想があって、結構凝ったアレンジでね、なんかやっぱりラテン的なね、彼はラテンアメリカ住んでましたからね、やっぱりそういう子供の時に、やっぱそういう影響はあるんですか、彼はほら軍人の、いわゆるミリタリーブラッドって軍人の息子なんで、駐屯地転々として、テキサス出身だけど、コスタリカとか住んでたんじゃないかな、確か中米とか、中南米に。で、そこでやっぱり結構、子供の時実際にラテンの音楽浴びてるんですよ、現地のね。現地の、だからそこでちょっとパーカッション習ったりとか、だからもう彼の体にあるもんですからね。だから少しスペイン語喋れるから、
それであのアイメの GD の後でかかるかもしれませんけど、最後のところで適当なスペイン語、適当なスペイン語言ってるのは、まあスペイン語知ってる適当なフレーズだと思って。なるほどね。ね、そうですか。ということで、あのベロニック・サンソンと一緒になった時、やっぱフランス語もある程度分かったんですかね。少し共通点ね、ラテン語系だからね。どうでしょうね。どうでしょうかね。分かんないですね。分かりませんけどもね。まあこれでこのコンサートは基本的なセットとしてはこれが1曲目で始まったんでしょうね。確かほとんどコンサートこれが1曲目だったはずですよ。はい、それでですね、じゃあ次は4曲目、ニール・ヤングさん、はいはい、ヘルプレス、はいはい、まあ代名詞みたいな曲でございますけどですね、これを聴いてみたいと思います。聴いてください、ヘルプレス。
ロスビースリス・ナッシュ&ヤングバージョンでヘルプです。聴いていただきました。これはもうデジャブの中に入ってる、ね、そうですね、うん、超有名な曲でございます、うん、まあ有名な、割と有名な話で、うん、っていうか、まあクロスビー・スティル・アンド・ナッシュでデビューして、で、まあ、ニール・ヤングが、加わったんですけど、まあ、それはCSN の最初のアルバムがほとんどスティルスが全部楽器をやってダビングしたアルバムだったので、ツアーに出るときにこれは困ると、ね、あ、なるほど、ミュージシャンもっと必要いないとって。でもグライム・ナッシュはアコースティギターでいいじゃないかって言ったんですよ。3人で3人でアコースティギターツアーやればいいじゃんって、ハーモニーでアコースティギターで俺たち十分だと、うんうん、だからスティルスが言ったら俺たちサイモンとガーフムじゃねえんだって俺はロックンロールやりたいんだ、なるほど、でギターを弾きまくりたいんだと。でギターを弾きまくりたかったからキーボードを入れようとしたんですよ最初。キーボード、それでなんとスティーブ・ウェイトとかに声をかけたんですよ。本当の話よ、付き合いがあったから。やっぱり一流を望んだんですね。望むわけね、うん、まあ歌も歌えるしね、うん、コーラスもできるからね。でも、まあ、スティーブは忙しいんで他のことで、あとポート・バターフィールドのところにいたマーク・ナフタリンとか、マーク・ナフタリン、そういう、ね、結構有名なキーボード奏者に声をかけたんですけど、うん、全部みんな断れちゃったんで、うん、それでアトランティックの社長のアーティガンが、うん、じゃあニール・ヤングを連れてきて、ニールにギター弾かせて、スティルス、お前キーボードもうまいんだから、お前が両方やればいいじゃんとかって言われて、まあ、CSN になっていくんですけど、うん、最初はご存知のように、まあ、ニール・ヤングはそのスティーブン・スティルスと、うん、まあ、フォロー・スピンフィールドっていう素晴らしいバンドやってましたけど、ね、2回勝手に辞めたりしてる男なんで、そうそうそう、なんでよって、で、そう、それでスティルスはそのことがあるので、ニールまた来ても勝手に辞められたりして困るよなってんで嫌がったんですね、うん、でクロスビーとナッシュはニールのことをよく知らなかったので、それで、クロスビーはまあもちろんもうバッファローとバーズの、まあ、比較的仲良かったんで、うん、でもそんなに親しいわけじゃなかったし、でナッシュはほらイギリス人のホリーズにいたから、そんなに知りっこないもんね、ないんで、ええ、それで特になんかそういう話ばっかり聞いてるわけじゃないですか、うんうん、なんかすぐいなくなる、勝手にやめちゃうと、みんな困ったなって言って、うんうん、でまあここは諸説があるんですよ。3人でニールに会いに行ったって説と、グライム・ナッシュが代表して俺が知らないから逆に俺が彼を話してくるとか、クロスビーが言ったのか、ね、いろんなこと言ってるんですけど共通して言ってるのは、ニールがちょうどヘルプレスを書いたばっかりで、うん、ニールがヘルプレスを歌ってくれたと、その会った時に、そう会った時に最近書いた曲だと、うんうん、でクロスビー曰く、俺たちはニール・ヤングに俺たちのバンドに入らないかっていう話をしに行ったんだけど、うん、ヘルプレスを聞いた時に俺はニール・ヤングに頼む、俺たちをお前のバンドに入れてくれと逆に言ったぐらいに素晴らしい曲だったし、こんな曲書けるやつだったら絶対自分の仲間に入れた方がいいと思って決定したという、まあまあそういう逸話があるぐらいの曲なんですよね。ということはこの曲ってのはかなりね、うん、CSN と Y をくっつけるときにものすごいその、うん、なんていうのかな、ケミストを生んだ、そうです、ね、曲ということになるわけですね、うん、そうですね、いやー面白いですね、うん、やっぱ本当にね、ただ40何年経ってもね、うん、っていうか要するに100年前の話してるわけじゃないのにそういう諸説があるっていうのはこれはまた面白いですよね。まあね、まあ、こういうものの、まあ、常なんですけど、特に人気バンドだからこそスリリングな話はちょっと聞いてみたいですよね、うん、今日は本当に特殊な感じがしますけども、うん、はい、さあ、スティルス・ヤングと聞いたんでですね、次はクロスビーの曲いきたいです、ね、はい、これもまあクロスビーの代表的な曲ですね、オールモストカットマイヘア、これもデジャブですけど、そうですね、これとにかくスティルスとスティーブ・スティルスとニール・ヤングのリードギターが両方掛け合える掛け合えるね、これがこれがやっぱり CS9 のライブの醍醐味なんで、でそれのところも聞いてください。デイビッド・クロスビーが歌います、オールモストカットマイヘア。Cut my hair. Happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way. But I
wonder why. Feel like letting my freak flag fly. Cause I feel like I always. Cause I have the flu for Christmas, yeah. I'm not feeling up to par, no. Increases my paranoia. Looking in my mirror and seeing one of them damn lit up Adam 12s, yeah. In one inch to feel had to promise myself again this year. I feel like I always. デビッド・クレスモが歌いました、Almost Cut My Hair 聴いていただきました。これ実は結局スタジオ録音でもずっと弾いてるんですよ。でも昔LP で片目に1分しか入らなかったから、はいはいはい、1曲そんな7分8分できないのでフェードアウトしちゃったんですね。で実は最新情報で、そのさっき言ったグライム・ナッシュは実はこの CSNY74 のプロデューサーでもあるんですけど、最近そのクロスビーとスティルスとナッシュそれぞれのアンソロジーっていうのが過去7、8年で順番に出たんですけど、ね、あれ全部ナッシュがプロデューサーなんですね、でそれは90年代に出た CSN の4枚組の CD ボックス、 CSN の4枚ボックスね、はい、CSN の編集版ですね、はい、あれをナッシュが、担当してやったがいい仕事だったっていうんで、メンバーがみんなお前に任せると、今後俺たちのこうアーカイブスの娘の子のあのあれは、それでもう今なんかなしは自分でも僕はこのバンドのキューレーターだからって言ってる。キューレーター、なるほどね。それでね、次は何考えてるかというと、一番最新情報だと、デジャブをね単にリマスターするんじゃなくて、あれみんなね長エクステンドバージョン作るんですか。みんなどの曲もやっぱり特にステルストニールのギター弾いてる曲とか、随分長いソロとか弾いてるんですって。だからカットされちゃってるわけ、でそれをカットしないフルバアンエディテッドバージョン、アンエディテッドバージョンを並べたリマスターのデジャブを作りたいと俺は考えてるんだけど、これからみんなと相談するとか言ってるんですよ。早くしてほしい、ね。うん、デジャブのね、それはいいでしょうね、ちょっとすごいじゃないですか、でもそのキュレーターがね中にいるっていうのはいいですよ ね、 いいすね、まあもちろんこれを手伝ってるジョール・バーンスティーンっていうね、これはもう CSN のファンだったら昔から何者だと、昔からずっと、写真家でもありずっと写真撮ってる方である、あと、ギターとか歌も歌うミュージシャンでもあるの、ミュージシャンなんですか。だから時々レコードに貼ってたりとかしてますよね。でもう一つは
CSOA のアーカイビストなんですよね。でニール・ヤングがずっと、まあ、遅れ遅れで出してる、うん、まあ、そろそろ2巻目が出てほしいあのすごいアーカイブの、うん、あれはのセットのシリーズ担当してるのジョエル・バーンスタインですよ。だからジョエル・バーンスタインはなんかほとんど CSNY の全てのアーカイブを知ってるアーカイバーなんです、ね、というような男なん で, で彼の協力を得てナッシュがこうやっていると、今後も続くと。ということはこの1974っていうのは今後何があるか分かりませんが、それの第一作目と。あとね、さっき言ったデジャブボックスと、もう一つ、その70年、71年ぐらいの最初の CSNY が4人になってるツアー、うんうんうん、映像があるんですって。フィルマーイーストで撮った。フィルマーイースト、うん、これはかなりいい映像らしいんですよ。で、これはほんの一部があの昔ちょこっと使われたことあるだけで、うん、フルは一度も世の中で見られたことないらしいんですよ。これの DVD 化というのも、うん、一応、ダッシュの頭の片隅にあるわけですね。だからお宝がまだまだ待ってるみたいですよ。そうですか、それではですね、そのナッシュさんの曲一体見たいと思います。セカンドセットですね、はい、これはですねジョニー・ミッチェルと一緒にいたあのロイヤルキャニオンの家のことを歌ってるわけですね、はい、まあ彼の代表曲でもあるわけです ね日本語タイトルが ついてるわけですからね僕らの家ね、そのままですね、そのままですね。それはグラム・ナッシュ歌います。アワーハウス。I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love song.I long for me, only for me. Come to me now, rest your head for just 5 minutes. Everything is done. Such a cozy room.Windows are illuminated by the evening sunshine through them, fiery gems for you, only for you. Our house is a very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard, now everything is easy 'cause of you. And I, na 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 でアワハウス聞いていただきました。この間僕ロサンゼルス行ったんですけど、ロイヤルキャニオンに走ってですね、おそらくこの辺だろうっていうところをいろいろ行ったんですけど、似たような家が多くてですね、なるほどね、分かんなかったですね。まだあるのかな、ちっちゃい家ですよ ね、うん、だってあのジョニー・ミッチェルがあの描いた絵があるじゃないですか、あの
あのレイズオブザキャニオン、あれはそこから見える風景だそうなんですよね。まあ、今のそれとグラミーミュージアム行ったら、今年の5月から11月6ヶ月間、サウンド・オブ・ロイヤル・キャニオンっていうのやって、ヘンリー・ディルスの写真とかで言われましたね。それ見てるとアワハウスちょっと行ってみたいなと思いましたけどね。まあ、そうは言ってもね、番地も分かんないんで、番地とか調べれば分かるんでしょうけどね。まあこう分からないところが一つファンタジー。まあレディーズ・オブ・ザ・キャニオンってそのジョニー・ミッチャルアルバムにウィリーっていう曲が入ってて、それはグラム・ナッシュに捧げた曲なんですね。グラム・ナッシュってミドルネームがウィリアムって言うんですね。グレアム・ウィリアム・ナッシュ、ナッシュなんでウィリーって愛称なんですよね。だから一番熱々の頃だったね、ウィリーは私の愛しい人とか歌ってるわけですよね。でこの僕らの家ではね、僕らの家だって歌ってるわけですよね。いいですね、その辺はね。それじゃあ続いてですね、次もナッシュになってしまいましたが、これは日本でも非常に有名な、はいはい、確か映画の何でしたっけ、小さな恋のメロディーも使われたということでですね、一般的には CSNY の有名な曲として知られてますよね、この曲はね。じゃあそれでは聴いてください。グラム・ナッシュとみんなが歌いますね、 Teach Your Children。On the road, must have a car that she can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell could slowly go by, and feed them on your greed, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. これね、デジャブのバージョンって、まあ、ジェリー・ガルシアのスティールギターとか入ってるんですけど、デジャブのバージョン、デジャブってクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのアルバムなんですけど、ティーチ・ユア・チルドレンにはニール・ヤングは1音も入ってないんですよ。あれ1音も入ってない、ギターも弾いてないし歌も歌ってないんですよ。でもニール・ヤングの自伝、ニール・ヤングの自伝が一昨年出ましたでしょ、上下巻、あれで書いてますよね、僕は1音もティーチ・ユア・チルドレンで歌っても演奏してないんだけど、
あの曲に自分の名前があることは非常に誇りだと。へいやであのウィリーのさっき言ったグラムダッシュの愛称ウィリーの一番いい曲の一つだし、うん、CSN の代表曲だし、うん、あの僕は参加僕はあの曲に僕の名前があるのは誇りに思ってるというくらいのねあのことをニューラグが割と意外割と意外な感じなんですけど意外な感じですね言ってるんですよ、そうですか、面白いですね。さあそのセカンドセットセカンドセットがいわゆるアコースティックセットなんですね。でそれの最後を飾るのがクロスビスティルサンズナッシュの、はい、いわゆるファーストですね、はい、それのまあ白尾と言われてる、はいはい、あのウッドストックでも、はい、あの歌った、はい、あのスーツブルージュリーアイズ、はい、これね今回さっき言ったあの1曲目が1曲目がラブズワンニューウィザーって、うん、今回エレクトリックアコースティックエレクトなのはこの74年ツアーなんですけど、うんうんうん、最初のニーランが加わった70年、うん、71年の時って最初に CSN でやって、うん、それでニーランが入ってゲストみたいな感じで途中から加わって、うん、で CSNNY になってでアコースティックセットが終わって、うん、だいたいその、例えばそのラブザンウィズ終わって、うん、4S でラブザンウィズ、うん、ワンウィズで終わってますけど、うん、で休憩3でエレクトリックセット、うんうん、だったんで CSN でやってるパートが結構あって、うん、ニール・ヤングが加わるっていう、うん、まあもちろん後で入ったって関係はあるんですけど、ね、そういうこともあって僕はねずっと CSNY の演奏の仕方って、うん、CS バンドでエレクトリックバンドじゃない、うん、アコースティックでやってる時とかは、うん、結構 CSN の曲って例えばニーランが加わってても、うん、ギターだけ弾いてるとかねちょっとリードギターとかのなんかなんだろうと思ってたら、うん、今回のこのセットを聴いてクレジットを見てびっくりしたのは、うん、ほぼ全曲でニーランがギター弾いて歌ってるんですね。そうですよね。これはね僕はちょっと意外だったんですよ、うん、でこれはナッシーにも聞いたのね、うん、でナッシーは言ってるんですけど、うん、CSN は彼は僕らが CSN のファンなんだとか言ってるんですけど、もちろんニーランと一緒になることは非常に嬉しいんだけど、でも彼は自伝でも書いてるのはクロスビー・スティル・ナッシュっていう3人のハーモニーはもうこれは本当に特別なもので、これはねとにかくこの3人だからできるハーモニーだってわけですよ、うん、それに抜いても足しても足しても引いても何してもダメだと、うん、だからそういう意味でニーランが加わると、うん、悪いじゃなくてやっぱ違うものなんですよ。違うものになるんですね、うん、でそういう話聞いたらでもねナッシュそういう話聞いたら、うん、もうこれでやっぱ私ニーランで歌ってると、うん、で場合によってニールとナッシュが一番高いところユニゾンで歌ったり、うん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 、ナッシュとニールが場合によってはニールと結構高い声が出るんでまた高いとハーモニーつけたりとか、うん、そ曲によって結構ねそう CS のハーモニー CSN のファンのハーモニー使い分けてて、うん、でもやっぱニールが本当にこの時は全面参加してくれて、うん、非常にそれはそれでやっぱりすごく良かったと言い方してるんですね、うん、それでねハーモニーだけじゃないんですけど僕はこのアルバムがね僕はもちろん40年間もあったわけですけれども本当に嬉しいのは、うん、本当の意味で CSNY のバランスがね、うん、もちろん中はもうエゴがぶつかり合ったとかいろんなこと言われてるんだけど、ね、音楽的には一番4人がバランスが良かった時期だと思うんですよ、うん、というのはさっき言ったようにその前はやっぱり CS に後から入ったニーランだったし、うん、で2000年代以降 CS が時々やるんですけど、うんすね、大きいやつは3回ぐらい、うん、2000年2002年2006年やってるんですけど、うんうん、今はねニール・ヤングの存在感が強すぎるんですよ。でニーランってほらパンクだグランジだっていうとこ全部生き残ってきて、うん、ほらすごいロック界で存在感が全く衰えずに今まで来てる人なんで、まあ、いい意味で最も元気感がある人、最も元気感がある人で、で一番だから今発言力もあるんですよね。今 CSNY ってニール・ヤングがやるって言ったらやるわけですね、やるっていうさで仕方がないんですけど、でも僕なんかも最初から見てて音楽的には例えばやっぱスティーブン・スティルスがリーダーシップ取った方がバランスがいいバンドなんですよ。あ多分ね、うん、でこのレコードはやっぱりその初期 の、 そのスティーブン・スティルスがまだ力があっていいバランスの CSN にニール・ヤングが結構全面的に参加してるので、うん、本当にいいバランスの CSN の前ってやっぱこの時かなっていう気が、この74年の、ねうん、だからこれが随分もうやらその後間が空いちゃうんで ね、 いね、うん、そういう意味でなんかあニール・ヤングも本当に全面的に加わってる CSN の前だなというのそれはとってもいいなと、はいということはありがたいなと、このこれからかける青梅のジュディでもよくわかるわけですよね。あこれなんかリズムギター弾いてますから ね、うん、それでは聴いてください CSNY ライブ1974から、組曲青梅のジュディ。
sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I'm lonely, I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, baby, mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming, yes. I am yours, you are mine. You are what you are. You make it hard. And I'm in your somewhere from now. You are free and I am so hungry. Your secret. Are you still listening? Tell me. Here is the lock and laughter, the key to your heart. Oh, baby, mercy, I'm lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. Make it hard.目のジュディ聞いていただきました。あ、これはですね1969年出て、はい、これは今までね、僕もね、あのちょっ
ちょっと遅く70年ぐらいに聞いたんですけど、うん、ずっとビートルズかベンチャーズとかっていうのをポップスだと思って聞いてた人間からすると、はいはい、まあ、まるで違う、これはなんか新しい時代に入ったなっていう気がしました。それとやたら曲が長いじゃないですか、はい、それとあのなんだか分かんない構造っていうか、あのオープン中に後で分かったんですけど、当時は分からないですよ、なんだこのジャカジャカ言ってる、これね間違いなく70年代のこう扉を開けてくれた、いやこれも歴史的な曲ですよね、やっぱりそういう認識でいいんですか、ですいいですよ、あのまあアメリカのロック、特にウェスコーストロックははっきり言ってます、うん、クロスビー・スティル・ナッシュのデビューアルバムの延長線上ですかね、少しも70年代の、うん、ていうか大げさなんじゃなくて、僕個人もね、僕の人生変えた、まあ大体人生変えたの大げさなんですけど、僕の場合ほらやっぱり音楽評論家っていう仕事をずっとやってて、うん、っていうかこの仕事を人生の仕事にしちゃってるので、うん、本当人生変えたんですけど、うん、やっぱりクロスビー・スティル・ナッシュのデビューアルバムなんですよ、やっぱり人生を変えた数枚の一枚なんですよ、やっぱりすごい衝撃的だったし、やっぱりそのギター、アコースティックギターをすごくうまくなかった風に使った、やっぱりロックだし、それでもね、そうで、すごいハーモニーっていう、うん、ね、いや、驚いて、まあ、青い目の時点がそのね、しょっぱなにドーンと来て、びっくりしちゃいましたよ ね、うん、だから、その前、サイモンとガークルの熱心聞いてたんですけど、うんうん、まあ、サイモンとガークも素晴らしい音楽であり、サウンドの曲なんですけど、やっぱり、まあ、あれはいわゆるフォークの、うん、別にフォークの延長線上にあったと思うんです。もちろんビートルズ的な要素とかね、サウンド作りがありましたけど、やっぱりアコースティックサウンドなんだけど、フォークロックなんだけど、やっぱ全然違う音でしたからね、うん、CSN ね、そうですね、出てくるものがね、うんうん、やっぱりびっくりしましたよ、やっぱりバンドサウンドっていうの上に乗っかったハーモニーと、そうですね、ビートルズという感じにしますよね、うんうんうん、やっぱりそのそれと、まあ、それはバーズとかバッフォロー・スプリングフィールドって彼の前身バンドの音楽規模はわかるけど、いろんな要素、フォーク、カントリーでラテンね、あのいろんなそのブリティッシュビートの影響とかあるものがこう凝縮されて、このアコースティックギターを中心としたこのサウンドにね、あのなってるっていうところがね、素晴らしかったですよね、そうですね、それではですね、その今度は今が確かアコースティックセットの最後の曲なんですけど、はい、次はロックセットっていうか、はい、あのエレクトロニックセットに入るんですが、はい、この辺から、まあ、だんだん盛り上がってくるわけでございますが、1曲いきたいと思います。これもね1枚目のアルバムに入っておりまして、あの確か、映画ウッドストックのね土最初かなんかにかかるんですよね、会場作ってるシーン ね、あれがねまたロングタイムゴーンっていうその、うん、そうですね、と曲とやっぱうまいことやるなと思って、この曲は私も個人的には大好きなんですが、これを聴いてみたいと思います。デイビッド・クロスビーの代表曲でもございます、 Long Time Gone。Something. I said something. You don't.
goddamn well what I'm talking about. Something going on around this world. Surely, surely, will not stand the light of day. ロングタイムゴーン聞いていただきました。今日はですねずっとですね五十嵐さんこの間この1974の件でですね、たかだか短い時間だったんですが直接お話をされていろんな情報ももらってですねですごくなかなか出てない情報もいただきました。ありがとうございます。日本にどのくらい来てないんでしたっけ。もうCSN 前は来たことないですね。ないですね。CSN でも。CSN で来たのも92、3年。そうですね。それでね、うん、CSN 前の今後はどうなんだってされましたらですね、一応ツアーは考えたっていうんですね。で、まあ、それはレコードコレクターズも書きましたけども、一応ナッシュの言い訳は、ニール・ヤングが、自分のニール・ヤングとクレイジー・ホースのヨーロッパツアーを入れてあったのを、ギターの、サイドギターの、パンチョ、フランク・パンチョ・サン・ペドロが、肘を骨折したかなんかで、それをキャンセルして、そのキャンセルの埋め合わせ、の日程を入れなくちゃならなくなったので、彼のスケジュールが埋まっちゃったっていうことを一応言い訳にしてたんですけど、というのは確かこの
4、5年かかったんだけど、これ一応、うん、一度去年の段階で一回発売がね、だって去年の夏ぐらいに出るって話がかなり具体的に出たんですよね。だって本人が自分で絵付きで喋ってましたよね、グラムラッシュ。そうですよね、うん、まあ、だからもしかしたら去年の後半にね、うん、ツアーというものを念頭に置いたリリースだったのかもしれないんですけど、でそれが無理になったから今年に伸ばしたんだろうけど、多分ニーレアンがまた俺は他のことするとか言い出したのが理由は分かりませんけど、今年はまあ、ね、今年はツアーはないわけですけど、うん、まあナッシュは来年の前半に俺はやると彼は言い張ってるんですけどぜひ、ね、それはまあもちろんニール・ヤングがうんと言わないと怒られないんですけど、パシフィックもやってほしいですね、うん、でもね面白く言ったのは、僕らは実はほとんどどこも行ったことないって、つまりほとんど北米以外は、つまりね、うん、CSN 前の最初のツアーで私ヨーロッパ数カ所ヨーロッパは行ったんですけど、非常に短いツアーだったと、うん、であとはこのツアーは、この70年ツアーは北米を回って最後にロンドン飛んでウェンブレースタジアムで、うん、あのもうバンドからザ・バンドからジョニー・ミッツェルいっぱい出たものすごい大フェスティバルやったんです、うん、それだけだったんですよね、うん、で実は CSNY の Y としては、うん、ほとんど北米が行ったことないくらいだと、うん、実質的に、実質的にはね、だからあのだから日本に来たことないですよって分かってるよとか言うわけですよ、うん、分かってるよと日本だけじゃなくて本当にねもうオーストラリアも行ってないし、実質的にほとんど行ったことないので、うんうん、まあできれば今度そうして、僕は行きたいとは言ってるんですけど ね、うん、ね、まあね、まああの夢だと思ってね、まあ、ただあのほら CSN もニーラングも活発にツアーはしてますからね、うん、もうみんな年結構年だけど元気でね、デビッド・クロスビーなんか最近元気になっちゃいましたよね、クロスビーなんてもうね3回ぐらい死にかけてるのに元気ですよ、ね、逆にあのでも去年クロスビーは心臓かなんかで、うん、あ去年今年の頭でしたっけ、うんうん、久しぶりのソロアルバムを出して、あクローズってやつですね、なかなかいいアルバムでした、息子とね、あれもいいアルバムですね、うんうん、あのでツアープロモーションのツアー始めたそこそこで一回ちょっと、うん、あの病気で手術したはずですけど、でもすぐ立ち直って、うん、逆にクロスビーは死にかけたりしたので、あの腎臓移植とか、うん、あのすごく体に気を使ってる、うん、なんであの健康みたいですよ、だから声も出るし、うん、あのただスティーブン・スティルスがね、うん、彼はね耳がかなりもう遠いらしいですよ、長年の大音量ロックンロール生活で、だからちょっとスティルスがちょっと一番ある意味では体調的にあれなんですけど、でも CSN はずっとやってますし、うん、僕ね、5年前ぐらいに、うん、ロイヤル・アルバート・ホールで見たんですけど、うん、CSN を、うん、よかったですよ。あそう、でその時点ではリック・ルービン、大プロデューサーのリック・ルービンと組んで、うん、ソニーと契約をして、うん、カバーアルバムを作ってたんですよ、 CSL で、が、うん、アコースティックだけで、うん、原点に戻って3人とアコースティックで、うん、あのカバービートルズ、それこそブラックバードこれに入ってます、今回、うん、ビートルズの、ね、これはあの結成当時からレパートリーなんですけど、あれをでもスタジオ録音は入れたことないので、うん、またやるとか、あとディランの曲とか、うんうん、それこそグレートルデッドの曲とか、うん、いろいろやってて、でその時僕が見た時もそこから何曲かやってたんですよ、うん、でところがねリック・ルービンと決裂してあのリック・ルービンはリック・ルービンでこういうスタイルっていうプロデューススタイルがあって、ああただ CSN はバカ野郎とか、俺たちは50年レコード作ってんだと、ああ、まあね、でプロデュースこういう風なプロデュースとかあの言われたくないっつってあの決裂しちゃったんですけど、そこまではまあ伝えられたけど、最新情報ではですね、うん、あの決裂したんで、うん、ソニーの契約もあの白紙に戻ったんですけど、うん、なんか そこまで撮った録音は、うん、なんか彼らのところに譲渡してくれたんですよ、というのはある程度撮ったんですか、うん、7、8曲あるんですって。へ、でそこで登場したのが、うん、ジャクソン・ブラウンですよ。ジャクソン・ブラウンという男はですね、うん、サンタモニカに自分のスタジオをずっと何十年も持ってるんですね、うん、彼はね友達にいつも、まあ、ただかレンカで貸してあげるんですよ、うん、自分が使わない時は、うん、いい人なんですよ、いい人ですね、あの有名な話はスティーブ・レイ・ボーンのデビューアルバムっていうのは、うんうん、ジャクソン・ブラウンがただでスタジオを貸してあげたデモテープがほとんどアルバムだったんですね、うん、で今回もどうもジャクソンが、まあ、ただもしくはレンカでほらだからバックアップしてレコード会社がなくなったから、うん、あそれで追加のレコーディングをしてるんですよ、うん、それでもう5、6曲撮ったらしいです、だからもう10何曲あるんですけど、もう少し撮って選んでアルバムを出すというわけで、まあ、一応 CSN のアルバムもですね、うん、あのはやがて、まあ、今年の後半か来年かには出るらしいですよ、うん、あそうですか、ということはね、うん、もう現役アーティストとして、うん、大活躍中なわけじゃないですか、40年前のものが出たとしても次の
明日明後日以降の録音もやるという、こんな最長不倒のバンドもね、やってたりやってなかったりすることもありますが、珍しいですよね。それも一つそれぞれがもうスーパースターなんじゃないですか。トップの人と後のバンドっていうんじゃなくても、これだけ続けられるっていうのは、まあ、まあ逆にすごいんでしょうね。ということでですね、1974年の未発表のライブですね、夏の7月9日から当時スタートしたという、それで最終的にはウェンブレーで終わったツアーの、まあ、集大成が、7月23日に出るわけですが、今日はですね、ものすごくクロスビー・スルス、ナッシュ&ヤングに傾倒しているですね五十嵐垂さんにいろんな話を聞きました。本当ありがとうございます。もう終わっちゃうんですか。でまた何かの機会に一つCSM はよろしくお願いします。それではですね、まあこの曲の意味合いっていうのは今でも本当に生きてると、まあ本当にあと、まあ、74年なんで、ちょうどこの夏、ちょうどニクソンがウォーターゲート事件で辞める時期で、このツアーの途中で辞めたんですけど、大統領辞任したんですけど、だからそういう時代のね、空気も入ってるっていうところも注目ですよね。そうですね。これ最後本当にね、ずらって4、5曲ね、割と政治社会的な曲が並んでるんですよ。多いですよね、しかもね。ニール・ヤングの新曲っていうか、まあ、当時の新曲で、プッシュド・オーバー・ディ・エンドっていう曲があるんです。これもね、実はね、当時パティ・ハーストっていう新聞王の娘が誘拐されて、向こうに洗脳されてって、こととかが歌われてるんですよ。でだからそういう曲が、まあこのね、サードセットの半分ぐらいは最後そうなんで、やっぱりそういう時代性っていうのはね、でまあその時代性が、まあ、今の時代やっぱり、まあ、重なるところもあるので、そういう意味でもなかなかねタイムリーかなっていう気がしますね。まあ、40年経っても世の中そうそう変わってないっていうことがまた分かるわけでございます。それで今これをかけるわけです、最後の曲ね、たまたま今回これが出るって話してたら、僕の友達で見たって人がいたんですよ、この74年ツアーを。へー。でこれって7、8箇所マルチテープを回してて、そこから編集されたんですけど、どうも一番良かったのがシカゴでの3公演が良かったらしくて、そこから結構使われてるんですけど、シカゴのねシカゴスタジアムっていう場所なんですけど、スタジアムじゃなくて室内はスタジアムって言うんだけど、紛らしいんですけど、スタジアムってアリーナらしいんですけど、そこで見たっていう、だから一番良かったのを見た人がいるんですけど、でも40年前だからそんなに覚えてないんですけど、彼が僕に言ったことは、一番覚えてることは、オハイオで建物が揺れたと、そのくらい客のね、反応がすごかったって。やっぱりそれはその時代、その74年っていう時代に、やっぱりこの CSN のオハイオを歌うっていうこのインパクト、でもそこでその現場で聞けたっていうのは、ね、自分自身にとってもものすごい1ページですよね。五十嵐さん、今日本当にありがとうございました。それではですね、そのエレクトリックセットサード、おそらくこれ最後の曲だったんでしょう ね、 常にね、聴いてください、CSNY でオハイオ。Finally
送りしてまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。青山ロックンロールレディオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。